宇都隆カは、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。外務副大臣、参議院外交防衛委員会委員長、外務大臣政務官、外務副大臣。航空自衛官。お歴任。鹿児島県鹿児島市生まれ。現在は、東京都在住。鹿児島市、立原領小学校、鹿児島市立情西中学校を経て1993年に。 鹿児島県立鶴丸高等学校を卒業。防衛大学校理工学部に41期生として入学するが、日本国憲法の単位を落としたことが原因で、1年、留年する。1998年に卒業し、航空自衛隊入隊。同年幹部候補生学校を経て、洋撃管制官となる。三沢基地を経て、稚内分屯基地に勤務。 カスガ基地にて、西部航空方面隊司令官の副官として、勤務した後、2007年、松下政経塾への合格をきっかけに退官。同年、松下政経塾に入塾。2010年3月、同塾を卒業。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙に、自民党公認で比例区に出馬し初当選。 2016年7月、第24回参議院議員通常選挙で再選。ありがとうございます。